グランドヒカリ。グランドヒカリは、東海旅客鉄道、JR 東海と西日本旅客鉄道、JR 西日本が1989年から2002年まで、東海道、山陽新幹線で運転していた、ヒカリの一種の車両、列車愛称。1987年の国鉄分割民営化直後、1985年に登場した新型車両100系は、 JR 東海の持つ XG 編成しかなく、JR 西日本は0系しかないという状況だった。そこで、旅客サービスの向上と到達時分の短縮を目的に、東京駅博多駅の速達光、通称 W 光用として、JR 西日本は独自の1 0 0を製作することとなった。その車両を使用して運転されたのが、グランド光である。 東京駅博多駅の長距離運用につくことを念頭に G 編成で省略された食堂車を設定するとともに G 編成と同等のグリーン車3両を確保するため2階建て車両を XG 編成に比べ2両増やし計4両連結したことが大きな特徴である2階建て車両はモーターを積まない付随車であるため XG 編成では付随車となっている先頭車を 電動車とすることで、編成出力を同等に確保している。また、さらなる速度向上のため、各部の構造が見直されている、新幹線100系電車ボルト編成を参照のこと。一から六点一一から十六号車は平屋建て車両、普通車である。七から十号車は二階建て車両であり、一階は七点九十号車が、普通車指定席で八号車は、売店、二階は、 車窓からの展望が良いことや乗客の通り抜けがないとから7.910号車がグリーン車8号車が食堂車に設定された食堂車にはデジタル速度計も設置された普通車1から6.11から16号車と7.910号車の1階は直接照明が採用されたがグリーン車と食堂車7から10号車の2階は間接照明が採用された 2階建て車両の場合、通常の平屋建て車両と比較して、特に1階の居住性や車窓が劣るため、オーディオサービスとビデオサービス、JR 東海とのサービス格差が生じない、採用新幹線区間のみが実施れるほか、座席も通常の2列プラス3列のものではなく、ウエスト光で実績のある、ゆったりした2列プラス2列のものを採用した。XG 編成と同じく、 11号車には車椅子対応設備が設置された。前述のビデオサービスは4次車である V5 編成から新たに5インチの液晶テレビが搭載され、1990年11月1日から使用を開始した。V1V4 編成にも搭載され、1991年3月16日から全編成で放映を開始している。 1 0 0千3 0 0 0番台 V 編成16両で1 0 0 n 系とも故障される。最高速度は東海道区間時速 220km、山陽区間時速 230km である。東海道、山陽新幹線内を走破するすべての定期、光及び臨時扱いだが毎日運転する光として運転された。時刻表にも年月から グランドヒカリ2階建て4両と採された。グランドヒカリが東京博多間に往復で運転を開始。山陽新幹線区間での最高速度を時速 230km とし、東京博多を5時間47分で走破。途中、名古屋、京都、新大阪、岡山、広島、小郡、光29号のみ、小倉に停車。 100KX 編成が充当されていた1往復をグランド光に変更。所要時間の短縮が行われた。上り1本をグランド光から別編成に変更の上、2.5往復をグランド光に変更して5往復の運用に。上り1本、光10号が新神戸に発停車。上り1本をグランド光から別編成に変更の上、 東京博多間の2往復と広島市発の上り1本をグランド光に変更し、山陽新幹線内間欠の1往復を追加して8往復体制に、福山、徳山に初停車、光150号、東海道区間で所要時間の短縮が行われた。新幹線における食堂車の営業列車は東京博多間4往復のみとなる。このほか 多くの臨時列車に充当された。1992年に300系と最速達列車、のぞみがデビューした。当初は早朝深夜時間帯のみだったが、その後に行われた、のぞみの昼間時間帯の運転実施や増便によって、300系より40時速 50km も遅い、100系はダイヤ作成時の足かせとなり、従来の最速達であった、光よりも、 のぞみの方が所要時間が短縮されたため、のぞみに客足が向くようになった。2000年3月でまず利用率の良くなかった食堂車営業を休止。その後も光を中心に活躍したが2002年5月18日をもって定期運用から離脱。そして2002年11月23日、新大阪駅博多駅のさよなら運転をもって、グランド光は消滅した。 2002年10月8日に JR 西日本から同年11月23日に以下の1往復でさよなら運転が行うことが発表された。同列車では食堂車の復活やグランド光の最速運転を行うなど全盛期を彷彿させるものだった。ただし食堂車の利用に関しては事前の予約が必要とされた。さよなら運転には V2 編成が重当された新幹線100系電車ボルト編成参照が2階建て車両は状態の良い V9 編成のものと差し替えられていた。運用終了直前の2000年から2005年にかけてグランド光用の V 編成は徐々に6両 K 編成、4両 P 編成に組み替えが進行していた。XG 編成と違い、先頭車が電動車であることから単編成化が 用意、ユニット構成が0系と同じになったためであった。P 編成と K 編成の車両数は108両、4両編成が12本と6両編成が10本である。V 編成の電動車の数も108両、12両が9本分である。V 編成の電動車は、一部 G 編成の車体に、V 編成の電装品を搭載したり、中間車が先頭車化されたものもあるが何らかの形で、 すべて KP 編成流用された。また、7から1号車のグリーン車と普通車の座席も KP 編成に流用された。食堂車の写真に写っている電光掲示板は 0KWR 編成に利用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。